パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はですね、リバースプッシュアップをやっていきたいと思うんですけど、リバースプッシュアップ、もうこういうね、リバースプッシュアップっていうのは、まあ、皆さん知ってると思うんですけれども、このリバースプッシュアップ、結構一般的に昔からあるんですけども、まあね、これ正直言うとおそらくね、9割ぐらいの人が正しくできてないです。9割ぐらいの人がかなりね、三頭筋から負荷が逃げてるリバースプッシュアップをやってる場合が多いので、今日はこれをね、きっちりとね、完璧にマスターしてもらいたいと思ってやっていきたいと思います。まあ、そのリバースプッシュアップはこういうベンチはね、最低限もちょっと必要にはなってくるんですけれども、まあ、ソファーとかそうなるとちょっとね、柔らかすぎて、クッションがありすぎるので、やっぱりこのぐらいの硬さのある、やっぱりベンチの方がいいということなんですけど、まあ、こういう台を使ってやっていきますね。それでは、やっていくときに、まあ、最初に言ったように、こういう風な運動をやっていくんですけど、ちなみに、この感じだとすでに間違いです。これもうすでに間違い。正しくない。負荷が逃げてる。リバースプッシュアップなんです。何が間違いか分かりますでしょうか。このパターンが結構多いんですね。まあ、もっとね、崩れてる場合が多いんですけど、まあ、リバースプッシュアップのそのフォームというものを、おそらくね、そこまで多分考えてないことが多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、僕はね、こういう仕事だから、トレーニングフォームね、常にね、自分がやってる時以外でも考えてるので、まあ、これ違うなと思ったりするんですけど、多分ね、自分がやってる時にはおそらく、まあ、10回やること15回やること、その回数をとにかく達成することが目的になってると思うので、やってる時に、まあ、こういう風なやり方になってくると思うんですね。だからこれをまず直していきたいと。つまりまずね、一番最初に大事なのが回数ではないということ。回数はまあ、ある程度10かもしれないけれども、10までやらなくてもいいし、10より少なくてもいい。10回より少なくなるような、きつくなるような、三頭筋がきつくなってできなくなるようなリバースプッシュアップをやった方がいいということ。まあ、そこをね、前提に考えてほしいと思います。回数を達成しよう、そこまでゴールしようと、まあ、思わない方がいいということですね。で、まずね、手幅なんですけど、手幅がですね、こっちから見るとですね、お尻のすぐ真横です。お尻のすぐ真横。くっつけてください。あまり広くしないです。すぐ横でいいです。お尻よりも中にも入らなくていいですけど、お尻のすぐそばですね。で、この手を置く位置なんですけれども、手を置く位置はギリギリ前。結構前です。これをね、このぐらいで落ちる人いると思うんですよ。これだとね、もう乗っかりすぎ。かなりギリギリ前。ギリギリ前で、手のひらの手首で言うと、この中心っていうこの辺がありますね。ここがベンチにギリギリ乗ってるよくて、手首をこっちまで乗っけてしまうと、手首完全に90度になるんですけど、こうではなくて、ギリギリ前にして90度よりは少し斜めに手の甲がなるような感じ。で、こういう角度に手首がなるようにしてほしいんですね。その方が手首に負荷が逃げにくいです。少し前よりのギリギリに置いてください。そして、足なんですけど、膝が軽く曲がったところで、こうお尻外しますね。膝が軽く曲がったところで、つま先を上げる。つま先を上げることで、体重がすべてこの腕にかかってます。腕、この手のひらにすべてかかってきます。これが足がついてると体重が前に行きがちなんで、つま先も上げるということで、上げて重心もこっちということ。で、まずこの時に、お尻すでについてます。これがお尻がもう離れてるとすでに間違い。で、こっからなんですよ。で、こっから、まずこの膝も絶対閉じた状態なんですけど、まずこのスタートポジションの時に、いきなりこういう人ですよ。こういう感じ。こうじゃないんですよ。これだともうすでにもう間違いから入ってる感じ。この肩が、ここ。ここじゃなくて、ここ。なんですよ。ここね。で、これがですね、脇を使って、脇の楕円筋、広背筋を使ってグッと押してるんですけど、これを押した状態でずっとやっていくんですね。で、これを押されてなければ、こう負けちゃうと。胸へこんじゃうという感じなので、まず、楕円筋しっかり肩を押し下げるということ。で、なぜこれをやるかというと、ちょっと正面か斜めから見てみようかな。このぐらいで、このぐらいで見てみますか。これで見たときに、この肩周り見てくださいね。この肩周りと腕を見てくださいね。で、これが上下するときに、肩がこので降りていくと降りていくと、肩がこうすくまっちゃう人がいる。で、腕も曲がっていくと肩がすくまって。で、こう上がるときに肘も伸びるけど肩も下がっていく。で、こうなると、動きの半分はこれなんですよ。肘が曲がってなくても、肩の上下だけで体が上下してる。で、結局のところ、なんか、下がって上がるをやろうと思うと、もう、これが起きてしまうんですね。三頭筋の運動というよりは、下がって上がろうと思いすぎちゃうので、そうすると全てを利用して三頭筋も使うけど、この脇の上下も使っちゃうので、動きの半分は、この脇の筋肉になってしまう。で、ここでやっぱり自分の意識が分散してるのが良くなくて、とにかく三頭筋だけでやりたいので、まず脇をぐっと押さえたら肩をね、下に下げる。肩を下げたら、やってる最中に肩は上がらない。今上がってないですね。これが肩が
すくまるような感じにならないということ。肩がなで肩のような方向になって、それが肩が上がってこないようなリバースプッシュアップをやっていく。もうここだけでやっていくんですね。腕だけでやっていって、この脇を使わない。まずこれが大事。そして今度真横から見るとですね、姿勢なんですよ。この姿勢がめちゃくちゃ大事。これが一番最初に言った間違いっていうのが、こう、猫背でこういっちゃう。猫背でこういっちゃう。降りてるようで、猫背で降りてるだけ。肘、三頭筋があまり使われてない。これも半分ぐらいに入れてる。これね、三頭筋っていうのは、こっちが起始、こっちが停止。ここからここまでついてます。で、こことここが近づくから収縮してる。今度離れるから伸びるんですけど、この時に体が前に行ってしまって猫背の状態だと、で今度上がった時にこう肘を伸ばして三頭筋のこの停止の方は縮んでるんだけれども、こっちの起始の方、こっち、こうやると逃げてますね。逃げた状態だからあんまり収縮してないんですよ。これがこの状態であれば、起始の方が収縮してる。だからそうそう、起始も停止も収縮してる。一番縮んだ状態に入ってくるんですね。この一番縮んだ状態を作ることが、このリバースプッシュアップはすごい大事。だからこれを、上の方の起始の方がこう逃げた形にしないように、これだから肩が前に出て猫背になった形は絶対に取らないということ。肩をぐっと下げる、さっきの唾液で下げるっていうのは何のためかというと、この、これも使わないのもあるけれども、起始の方をしっかりと収縮する。ためにやってるので、絶対この脇を下げて、楕円筋を締めた、下げた状態でやっていく。その方が、ここでビシッと締まりますよね。で、この締めた時の、この形をしっかり作りたいんですよ。だから、まず、ここで絶対猫背にならないで、腰でっちり。腰がこう反ったでっちりの状態で、かつ胸を持ち上げる。胸と肋骨を持ち上げた、この状態ですよ。この状態。これが、こっちの丸まった状態ではなく、この状態。むしろ、でっちりで腰が反った状態、肋骨を持ち上げた状態のままでずっとやっていく。これでいて、脇の上下は入ってこない、真下に押す。脇の上下は入らないで真下に押す。という感じなんですね。絶対にこの状態なんですよ。ここは反った状態で、かつずーっとここに擦りながら降りていく。この状態で前に行くのもダメね。この状態で擦りながら、ずーっと擦りながら行くということ。やっている時の感覚としては、まずここをしっかり持ち上げて、ここを縦に伸ばすこと。この状態で、かつ、背骨ね、背骨のあたりのこの肩甲骨のあたりの背骨の重心を後ろに、後ろに下げておく。ただ、こういうわけじゃないです。これを、このままで、こっちにずらした重心のままでやっていかないと、もうこっちにずっと逃げちゃうんですよ。毎回毎回逃げちゃうから、重心を、この反ったまま重心、こっちのままで擦りながら、擦りながらやっていく。という感じ。これが、重心が前に出る。この重心が、前に出る。あるいは、猫背になって前に出る。これがめちゃくちゃ、やっぱり間違いとしてはほとんどなので、そうなりたくないですね。胸を持ち上げて、でっちの状態。そして、この、押した時に、肘と腕を垂直に真下に押すイメージなんですね。体が上がるというイメージじゃなくて、体が上がるというイメージと、この、またこの脇の上下入っちゃうから、腕を真下に押して絞る。腕を真下に押して絞る。という感じ。そもそも今僕が言ったフォームでやってると、この手首の上に肩があるんで、手首の上に肩があって、これが前に出ることはないわけですよ。それを、手首の真上に肩があって、その真上で肩が垂直に上下している状態なので、腕をもうここ垂直に押していく感覚があれば、しっかり絞ります。で、肘をカクンとロックする必要はないけれども、カクンとロックするほんの、なんか、数ミリ手前。本当に数ミリ手前まで絞り切る。抵抗する。絞り切る。抵抗する。という感じです。絞り切った形が欲しいですからね。かなり絞り切って、この、ほぼまっすぐ、もうまっすぐの状態まで行きたい。筋肉で締めたまっすぐの状態まで行きたいということですね。そして、最後に深さなんですよ。深さに関しては、自分が、この、ポジションをキープしている脇、姿勢、重心、維持している中で、下ろせるところまで、これが崩れるところまでは絶対に下ろさないで、自分が三頭筋だけで耐えれる範囲のみやっていく。だから筋力があればこのぐらいまで降りていいんですけど、そうでもなければもう半分ぐらいとか、四分の一ぐらいでもいいんですよ。だからまずこのフォームを崩さないで下ろせるところまで。この考え方でいって、まあ10回か10回できなくてもいいぐらいにしてほしいってこと。どっちかというと、10回できないぐらいのフォームでやってほしいんですね。きついなと思うぐらい。で今もう僕もこのフォームでやったら結構きついんですよ。僕自身結構ね、三頭筋の筋力強いんですけど、それでも正しいフォームでやると、結
構きついです。今喋ってるも本当はきついなと思いながらやってるぐらいなので、もうとにかくここはきつきつな状態でやってほしいです。そこまでやっぱり重心をしっかり乗っけて絞り切るようなリバースプッシュアップをやってほしいということです。だからまあその深さに関しては自分の筋力と相談して調整していくということなので、深さとか回数っていうのは後で考えて、まずはフォームからきちんと入ってほしいと思います。まあそういう感じでリバースプッシュアップも正しくやっていってほしいですね。そうするとね、もう自体重だけなんだけど、めちゃくちゃいい運動、めちゃくちゃこの三頭筋を作るためにはすごくレベルの高い運動にはなりますので、まあね、そんなに動画なくてこのベンチだけあればいい三頭筋は作れてくるということですね。しっかりこの絞ったこのいい形が作れるリバースプッシュアップにしてほしいと思います。そんな感じで頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーリュウジでした。